ハムカツ太郎の酒場ぶらり。こんにちは、ハムカツ太郎です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は JR 中野駅徒歩 2,3 分、コスパ抜群の立ち飲み酒場焼き屋さんです。この日は飲み仲間と、たまには中野でも行きますかと、久しぶりの中野詣で、いつ来ても酒場ひしめく中野の街は魅力的の一言。焼き屋さんの売りは美味しいイカ料理。イカ料理中心の荻窪の焼き屋さんのおかみさんと、中野の焼き屋さんのご主人がご夫婦とのこと。どちらも魅力たっぷりで素晴らしい限りです。焼き屋さんの入る建物は昭和風情漂いいい雰囲気。店内はのんべえ親父で満員状態も、運よく入れ替わりで入ることができました。まずは日本酒をお願いして乾杯。あてには塩辛、おしんこ、しいたけ、砂肝、手羽先をオーダー。さあ、楽しい時間の始まりです。珍しく素敵女子を連れた私たち、のんべえ親父の羨望の眼差しがぐさぐさと刺さります。ご自慢の塩辛は日本酒にジャストミート、申し分ない美味しさ。白菜のおしんこはさっぱりといい箸休め。串物の数々は十分すぎるクオリティ。特に手羽先の美味しさは絶品です。日本酒をガンガンおかわりして、久しぶりの焼き屋ナイトを堪能させていただきました。やはりこちらはコスパ抜群の素晴らしい酒場の一つ。耳刺しが売り切れだったのがちょっと心残り。またお邪魔させていただきます。ごちそうさまでした。本日もご視聴ありがとうございました。ハムカツ太郎でした。